皆さんこんにちは、今回は住宅改修でよく施工される、手すりについてご紹介したいと思います。まず皆さんは、どんな時に手すりを改修したいと思いますか？玄関の上がりかまちの上り下りが大変になった時、または廊下を移動する時にふらついて危ないですとか、お風呂に入る時に何かに捕まらないと湯船をまたげないなど、いろいろな理由があると思います。手すりを使用する、利用者の身体状況や、改修箇所によって手すりの形状が異なる場合がありますので、今回は手すりの形状についてご紹介したいと思います。まずこの木棒手すりなんですけども、こちらは廊下を移動するときやドアの出入りで体を支えるときなど、さまざまな場所で使用できます。皆さんが最もポピュラーだと思う手すりかもしれないですね。続いて、この手すりはこちらは、グリップ木棒という手すりなんですけど、パッと見ただけでは先ほどの手すりと違いが分かりませんが、内側の方ですね、方を見ていただくと波形形状になっていることが分かります。この形状は指が引っかかりやすく、力も入れやすいので、上がりかまちの昇降や階段昇降で自分の体を引き上げやすくなります。そのため握力の低下した方におすすめの形状です。で、最後にこちらの手すりフラッティは平らな形状になっています。ですので手すりにしっかりと体重をかけることに適しています。通常の丸型手すりを握り込むことが難しい人、また、手首や指の関節に痛みのある人が手に負担をかけないように使用できる手すりです。今回は手すりの形状についてご紹介させていただきました。それではまた。よかったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。